おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は2月6日から12日までのファミ通調べ売上ランキングを確認していこう。ついにあのホグワーツレガシーの売り上げが明確に数字になったのね。ネットでは売り切れ続出やらで話題になっていたし。何よりマルチ展開される作品だけど、先行して第9世代ハードで登場。ここが最大の見どころになるわね。やや我がチャンネル的には丁寧な振りっぽく聞こえてしまうが、ホグワーツレガシー自体は今年を代表する洋作の一つであることは間違いない。明確になった数字とともにいろいろ語っていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、いつも通りゲームハード売り上げから、任天堂スイッチとなるな。毎回言っているけど、と安定。ゲームがそんなに売れない時期に5万台売れているのがすごいわけだけど、このまま推移していくのかね。当の任天堂がスイッチ本体の売り上げ予測を下方修正しているので、少なくとも、上半期にハード売り上げを大きく牽引する作品がないとも言えるな。ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムがあるじゃない。もう長いので、このチャンネルではティアキンで統一します。ティアダムやら言われたりもするがな。ここはブレずにティアキンで押していくわよ。数勢的に負けそうになると怖いがな。横道にそれてしまったが、ティアキンが予約時点でも好調なことはアマゾンランキングなどで明らかだ。片付けで買うのもありなんだけど、特典も欲しいな。あと、豪華版のコレクターエディションはすでに完売気味となっているが、こっちはすでに高額転売しようとしている輩がいるわね。まあ、まだ慌てる段階ではない。さすがに今回は任天堂としては、スイッチの集大成と言っていい作品だ。転売ヤーにしっかりお灸を据えてくれることを祈ろう。こちらの動向もしっかり確認してまいります。基本的にはティアキンで不当な利益を得ようとする輩は撲滅させるまでですが。とはいえ、ティアキンもハード売り上げを多少は牽引しようが。さすがにハード売り上げは大きな波にならんと思う。まあ、国内でも3000万台が見えてきているしな。さすがにティアキン待機勢はほぼハード所持者だろうからな。ここも発売がさらに近づくことで動きもあろう。限定有機EL モデルが出るなら、全力出します。そして、お次は PS5 となるな。先週の集計とともにまた9万台超え。ハードの数字だけなら完全に始まる。毎週この数字なら、ファイナルファンタジー16までに累計400万台以上も可能。順調に売れているな。ただ、中国での需要というのもあるのではという噂もある。転売ヤー撲滅計画でも何回かお伝えしたやつね。さすがに現時点では日本国内において、欲すれば入手自体が可能になった今。これ自体を明確に批判するつもりは毛頭ないが、日本国内の需要だけの数字ではないのかもという疑問は出てしまうな。数字だけで喜んでいれるかは今後次第ということね。さすがに明確なソースが伝統かつなこと言えんがな。ソフト売り上げでも言うことになるけど、日本の PS5 ユーザーがどう遊んでいるのかデータ欲しいわ。PS 関連では PS プラスでの大きな動きやちょい滑り気味のバレンタインのお話などもあるな。ああ、バレンタインのあれは普通にいじりたくなるやつ。まあ、そちらをつらつらとこの動画で紹介し出すと本筋とずれるので、こちらは日曜日に詳細とともにお伝えしていこう。ソフトが売れない話もここで考えたい。それでは、Xbox シリーズ XS となるな。値上げ前の最終週だったけど、さすがに息切れかね。まあ、今後は以前にも語ったが同コン版を中心に買いやすくはなる。値上げ後でもハード性能考えれば安いこと考えると、検討はせなあかんか。今後、コンシューマーでは Xbox 独占の対策も予定されている。このあたりも注目していこう。さて、それではゲームソフトランキングとなるな。10位はスマブラ SP となるな。スマブラは格ゲーか？議論も改めてしたいところだけど、売り上げだけ見れば、カジュアル勢がずっと買ってくれるって意味では大正義だわ。さすがに今からランクマ挑むのは無理ゲーだと思う。霊夢のプレイスキルだと特にな。まあ、私は昔からこのゲームのタイトル通り、大乱闘しているところに華麗に嫌がらせするのが得意だったからね。友達なくさないように気をつけような。そして、9位はグランツーリスモ7となるな。同梱版需要かね。だろうな。とだけ言っておこう。下位のランキングで口述するが、同梱版でのあのソフトでも動きがあったしな。そして、8位、7位はマリオパーティースーパースターズとニンテンドースイッチスポーツとなるな。ニンテンドースイッチスポーツはパッケージ100万本おめでとうございます。
両作とも毎週これぐらいの数字を叩き出すし、任天堂スイッチスポーツについては、まだ、アプデの可能性は大いにあり伸びしろはまだまだあるぞ。ボンと正月は漏れなく売れるしな。今年ずっとランキングにいるんだろうな。そして、6位はファイアーエムブレムエンゲージとなるな。さすがに落としたけど、ダウンロード版と含めればハーフミリオンは見える。今後の展開もあるから、売れてほしいソフトの一つ。明確な数字は任天堂の決算待ちになりそうだが、数字は気になるところだな。そして、5位、4位はマイクラとマリカ8デラックスという結果となったぞ。おや？マイクラは元の鞘に戻ったわね。先週も言ったけど、マイクラが、ずっとマリカ8デラックスか任天堂スイッチスポーツとランキングで横並びって説明が必要になるだろ。ランキング見る上での個人的な楽しみです。まあ、長いこと定番ソフトとして売れ続けているってことの証明でもあるんだろうがな。そんな個人的楽しみの後は下位のランキングを見ていこう。11位は牧場物語ウェルカム、ワンダフルライフとなるな。しっかり字は嬉しとる。さすがに本作とは関係ないが、PS プラスではクラシックスカタログで、牧場物語ハーベストムーンが追加になっている。お。私はこっちを先にやっておきます。そして、16位はホライゾンフォビブンウェスト。同梱版三重視の一角。いちいち同梱版をいじるな。と言いたいところだが。言いたいところだが？本作もゲームカタログ入りしているな。PS ユーザーとしては朗報だけど、このタイミングで同梱版買った人はちょっとね。PS プラスのエクストラ以上のプランに加入する必要はあるし。サブスクサービスの性質上、ずっと配信されているかは確約がないけど。SIE の大看板タイトル。そう簡単に配信停止になるはずがない。というか発売からほぼ1年か。この流れなら流れで正直はっきりしてほしいものね。興味があってもゲームカタログ入りするなら、中途半端な時期に買えねえよ。まあ、そこがやや売り上げという点では足かせになってくると私も思うな。SIE がスタンスはっきりさせないなら、結局様子見が一番安心ということになる。今回のホライゾンのゲームカタログ入りは基本的に朗報だけど、ちといろいろ言いたいことがあるかもです。さすがに今回とは本筋がずれるので、これぐらいにするが今後の売り上げという数字は気になるところだな。そして、19位にウィッチャー3ワイルドハントコンプリートエディションが登場だ。さすがに PS4 版からアップグレードも可能な作品はこんな数字になるのね。こっちも気になる作品ではあるけどね。そして、24位にフォースポークン。まだ、ランキングにいてくれている。多くは望まない？追加 DLC も含めて作品が完結してくれることを祈る。さて、それで波上位に戻ろう。3位はスプラトゥーン3となるな。S はビターで頑張ったけど、さすがにホワイト勢が多くて他勢に無勢だった。今回のフェスはホワイトの圧勝だったな。もうちょい劣勢でも勝つ未来戦は提示して欲しかった。3月より新シーズンとなるし、リアル大会での盛り上がりもあろう。そっちはご報告があるわよ。ようやく腕前ランクは A に到達したわよ。このまま S ランクを目指す。結構な話だが、S プラス以上は景色が相当変わるぞ。味方プレイヤー様に迷惑にならないように立ち回れよ。そろそろ真のヒーローの登場よ。ビクビクやってたらダメよ。まあ、こちらは健闘を祈ろう。基本、霊夢、でプレイしているのでよろしくです。2位はポケモンスカーレットバイオレットとなるな。こっちはようやくストーリー本編はクリアしたから、ここからはランクマとテラレイドバトルに注力。2月下旬の更新データも一部内容は公開されている。ボックスで行える機能の一部追加や、テラレイドバトルやバトル時、ゲーム進行の際に発生する不具合を修正するとのことだな。まあ、このあたりは評判決して良いわけではないからね。さらに遊びやすくはなるだろうな。さて、尺も尺だ。そろそろ1位の発表といこうか。ここまで名前が出ていないあの作品とハエ、数字が非常に気になるやつ。1位はホグワーツレガシーとなるな。PS5 作品が堂々とランキング1位になるのは、いろいろ感慨深いものがあるな。とハエ、6万、7000本ほどか。もうちょい売れると思ったんだけどね。まあ、今回はパッケージ版の出荷自体が少なかった可能性も以前確認したように大いにある。大いなる機械損失があったかもとは言ったわね。まあ、本当に我慢できずダウンロード版にシフトした層もいよう。ハリポタ映画を3本ぐらいしかちゃんと見てない完全に若の私も楽しめる良作です。現時点でマルチ要素もなく、ゆっくり楽しめる作品なので今からでも何の問題もない。マルチ要素こねえかな。
絶対に面白いわ。PC 版では非公式だがマルチプレイモッドもあるようだがな。公式でも前向きなアップデを待っているぞ。で、本作のプレイ具合はどうだ？探索やストーリーもしっかり追っていったら、そう簡単に進まないわね。早く空飛びたくてそこまで全力で進めたけど、ここからはうろうろするのも楽しくて時間がかかるわよ。そういや、早々に難易度下げたな。しゃあないやろ。ノーマルは私みたいにアクション苦手だとまあまあきついわよ。何回かやればって思うほどだけど、早くやれること増やしたかったしね。このあたりはもうちょいストーリー進めたら、アクション苦手プレイヤーなりの見解をお伝えします。そういや、自身の分身のくせに恐ろしいほど優等生らしく振る舞うな。私は期待の新入生なのよ。多くの人をがっかりさせたらいけないからね。環境が人を変えることもあるんだな。しかし、期待の対策で数字がこれは寂しいわよ。案ずるな。本作は今後 PS4、Xbox One、果ては Nintendo Switch まで展開が予定されている。Nintendo Switch でちゃんと動くかね。そこの対応も含めて、発売日にズレがあるんだ。現時点では期待だけしておこう。つまり、まだまだ旧世代機で盛り上がれば伸びしろはあろう。それでなくても、ハリポタ好きの第9世代ハード持ちは問答無用で買うべきです。ホグワーツレガシーの情報は今後も追うとして、来週の数字にも注目しよう。さて、来週はワイルドハーツがいよいよ登場ね。ファイナルファンタジーやもはやスクエニ作品の音ゲーとも言っていいシアトリズムファイナルバーラインも登場だ。こっちもメタスコアからしていろいろ話題になっている。来週も注目だぞ。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。